この番組は輝く女性を応援するちょっぴりエッチで面白い大人のバラエティ番組です。輝きチャンネル、輝きチャンネル、始まりました、ね、はい、始まりました。始まったはいいんですけど、はい、ここ前第1回目の時にここで会議した部屋ですね。そうです ね、企画会議したところに来ました。この番組は、はい、世の中の女性をね、輝いてる女性を応援しようという番組。そうです、そうです。今日も輝しゃしゃしましょう。なんて言われたよ、輝しゃしゃしゃ。これずこう噛み癖があるんですよ。じゃあ女性の方入ってもらえますか。なんだその冷静な。こっちは長々と喋ってもらえますか。はい、じゃあよろしくお願いします。どうぞどうぞ。はい、おい、あら、なにこれ、え、どういうことですか。どうしたんですか。もう輝いてるよ。あれ、真ん中に、真ん中に。ちょっとおかしい。あれ、ね、前回からも引き続き、はい、マシロちゃんがいらっしゃってきました。制服姿。お願いします。デリバリーヘルス輝き在籍マシロ。誰とでも打ち解ける柔らかな雰囲気で大人気の彼女は3ヶ月連続人気ナンバーワンの実力者。そして、ちょっと自己紹介を。ルアダです、お願いします。ルアダさん。デリバリーヘルス輝き在籍ルアラ。天然系のおっとりガールで独特の雰囲気が魅力的。え、これは私服ですか。いや、なわけないじゃん。ここに名前書いてある、氏名とかルアーなって。びっくりした。これは今日何なんでしょうか。今回はですね、はい、芸人のお二人に集中力をやっぱり持ってほしいと、はい、輝く女性を前に、はい、パンチラを前に、はい、パターゴルフをしっかり決めれるか、パンチラ、パターゴルフをやってもらいます。なるほど、はい、パンチラがあるのに惑わされず、惑わされずに。そうです、そうです。いや、まあでも パンチラっていうか全チラですけど、僕なら全チラ。もうえ、あの男女ペアになってもらいたいので、はい、相手チームを惑わすようにするみたいな。ルアラさんは、はい、体操着ブルマで誘惑したことって今まであります？うん、ちょっとだけ。ちょっとだけある？じゃあぜひ一緒のチームだったら心強い。グッパッセ。おっ、ルアラさんとか小石田さんと。やばいなぁ。お願いします。じゃあこういうことですね。どんな、はい、まあ運動しそうな感じですよね。確かに運動部みたいな感じ。マネージャーとね、運動部の、はい、本当だ。グランドが見える。グランドが見えるね。じゃあちょっとこれ楽しみに、はい、行きましょう。パターゴール大会、はい、行きましょう。はい、はい、じゃあね、ここのセッティングもできましたので、はい、じゃあこれもう先行後攻決めましょうか。行きましょう。これ結構大事だからね。最初、最初、じゃんけん、ほい、よし、はい、いつも負けるんだよな、じゃんけん。後攻で、おー絶対後攻ですね。まあまあまあ、そうなりますね。じゃあ僕先行でいきましょう。はいはい、ラインを読んでる、すごい。ラインを読んでる。ライン上にちょっとマシロちゃんいるから。あー、すごい、パンティーラインを読むことになるじゃないですか、これは。こういう、こういう感じで。あー、いいね。え、どうですか。どうあがいてもちょっと何それ見えてしまうのでは。え、すごい、こんな、すごい、何それ。これやばいな。あ、お、あ、おー、セクシー、やばい。これ僕の角度からも、あ、すごい。いくよ、いきますよ。あー、これは、おー、すごい、なんと、よく決めましたね。いや、だからね、そこ真正面にいるから、もうマシロちゃんに、マシロちゃんって言ったから。なるほど、逆に効果だったんですね。もう僕結構有利だと思うんですよ。なんで、頑張って。見えてるんで、結構慣れてきたっていうか。でもね、なんか秘めてる感じがするじゃないですか。ちょっと天然な感じがあって。結構天然。天然なところがね。もういいんですか。もう始まっちゃっていいですよ、もうここから。いいんですよ。何？なんかこう、バカ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 。おい、ちょっと待って、ちょっと待って。目線が上行っちゃうんだよな。行きます。ふってなんで。お、お。あれ？やったー。意外と逆に調子良くなるのかな、これ。意外となんだろう、L のフォアに頑張って頑張る。まあ、気持ちがまっすぐになるけどね。気持ちが三つ押さえきますか。はい、行きます。じゃあここでちょっと頑張ろう。いや、そんな危ない。やっぱりちょっとやっぱ天然気は怖いっすよ。お、いいね、近づいていいじゃん。いいね、違う
香りをね。いいよ。わあすごい。綺麗なお尻。ちょっと待って待って待って、落ち着け落ち着け。やばい。何がちょっと聞きました今のは。あのね、ここからのね、目線プラスのこのお尻、あとお尻が、ね、お尻どうでした？綺麗ね。ちょっと本気出しました。さすが、真代さん。距離感詰めてくるのはね、これはやばいな、これ。悔しかったんで。じゃあ行きますか。お願いします。いいもうこれでリードですね。でもね、こっちの天然からルーチになりますから。やっぱもう、思ったんです、うん、マネージャーに見えてきました、僕。ゴルフ部頑張ってて応援されてる。外せない。これも天然だから。動きが…違う違う違う、謎かりだよ。プレーじゃない。待ってよ。あーやばい、来てた。そこまでないだろ。エクソシスト。エクソシスト。エクソシストだからね、これも。動揺してる。動揺してる。ちょっと力入れてどう。いけ、ラナちゃん。最後だ。さっきだ。こういうの見た。無理だよ。お尻に近づいてくれだわ。これでもう最終戦、もう最終戦声もありでいいんじゃないですか。声ありですか。声ありです。いいね、やっぱ日向さん、やっぱこの距離なんだよな。日向さん芝居を見たいんで、ちょっと私の心を読んで。わあ、あんなにラブラブしたじゃん。ちょっと出てきたよ、もう。助けてすごい。ティーバックですよ。なんでそんなの？カジュアルのこと嫌い？大好き。飽きちゃった？飽きてない。ああ、胸元。飽きてない。もうパンチラとかじゃない。もうパンチラ全チラだこれもう。胸チラ出ました胸チラ。ちょっと待って。やばいやばい。待って待って集中。います。あ、やばい。あ、今のは今のは当たりました。さあ、突入。惑わされすぎですよ。当たっちゃったわ。打つことすらできず。やった。こんな無理だわこれ。早く打たないから。お願いね。頑張りから。なんて言えばいいんだろう。いやもう、いや考えなくていい。もうね、自分の持ってるものを出してもらえれば。でもさっきのでもう全部ね、引き出し出してる感あると思うんですよ。でも声をさっき出してなかった。ダメダメダメってなんだよ。いや、打たせてよ。ダメ。打ち勝負だから。やっぱり読めないラジャー。いや、手で止めようとしてるじゃん。止めてるよ。無力行使。いやいやいや、ラインを読ませない。最初に言っといてよ。え、もう容赦なく容赦なくいきますよ。はい。あ、そっち。いいですね。カメラと反対側に顔をやる予感。本当に罰ゲームですね。はい、ということでね。はい。こうしたペアの真代ペアが勝ちましたね。もっと輝いてましたよ。輝いたね。やってましたよね、こういうこと。やって応援した。やってたんかい。やってたんかい。めちゃめちゃ輝いてた。やっぱりね。姿がね。あの動き、もう一回見せてもらっていいですか。ちょっと一回やって。カメラに向かって、カメラに向かってやってもいいんですか。視聴者を誘惑してくれて。こうやってからですよ。はい。早い、しかも。ジャパニーズホラー。いや、これはちょっと集中力高めるためなので、練習にいいかもしれないんで。そうですね。パンチラー。
パターゴルフ対決でした。次回の輝きチャンネルは恋愛ネタを一個教えてほしいな。イラストを描かれたそうですね、インスタに載せたり、まあ、浮気したらもう僕もやっぱ4コマで終われそう急にゆっくり投げてあるあるですよ、ね、あるあるじゃないよなしなしじゃんかよ